よし、今朝は寒かったですね。でも今日も比較的いい天気です。まあまあですね、さらにあと15分早くしたいと思います。はい、格屋根到着ですね。カメラのレンズ、メガネ、シャタ農園の経営冷え込んでおりまして、ますます曇っております。収穫します。フェニックスですね。5コンテナ目ですね。4だと思ってたら1つ多かったです。急いで詰めます。今日は12です。急ぎます。時間がありません。はじめましての方は、はじめまして、シャタ2号と申します。今後ともよろしくお願いご善申します。そして毎度見ていただいている視聴者の方、本当にありがとうございます。これからもご視聴よろしくお願いします。そして今日もいきなり今から H さんに通話呼び出し中です。今日は繋がるでしょうか。呼び出しております。あ、繋がりました。シャタ農園のシャタと申します。いつもお世話になっております。一応恒例なんで、今からですね、私がある合言葉を言いますんで、それに答えてください。明日来てくれるかな。竹パウダーの情報を聞きまして、はい、一度ですね、とりあえず物を見てみたいなというところがありまして、一緒にじゃあとりあえず50キロお願いします。そんなところでよろしいでしょうか。それだけ手間かかりますが、
はい、はい、じゃあ電話切らさせていただきます。ありがとうございました。はい、はい、2号です。本日も頑張ってまいりましょう。とりあえず H さんが今週来週自分の分ですね、竹パウダー作るっていうことなので、そのタイミングで50キロ、10話あたり目安ですね、50キロ私の分も作ってもらって郵送してもらうっていう形、段取り、まあそれで金額が大体分かりますんで、はい、ということで本日も頑張ってまいりましょう。今日12箱、はい、まあ袋詰めとかは明日詰めるとして、今日はこれから株元関水ですね、はい、していきたいと思います。頑張っていきましょう。最初はピヨピヨじゃんけんパーちゃは1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 でフレッシュ、ガガガガガ、これでチビクロバネキノコバエの様子を見たいと思います、はい、これでダメならまあいろいろ金龍も検討してみます、はい、そしてちょっとこれ手がヒリヒリしちゃってますね、はい、ということで本日は張り切って頑張りましょう、はい、撤収したいと思います。アルピオさん、今日も日向ぼっこしてたんですか。おお、遅かったのお前、今日からちゃんと起きたんか朝、うん、なんとなくね早く起きれた。なんででも押せんだお前、意味ねえじゃねえか。そうなんだよね、分かったな。俺ね、収穫しながらねはかきいっぱいやってる、無意識のうちに。だから収穫に3時間とかかかってるみたい。お前そういうことか、お前知らず知らずのうちに格屋の管理をやってたわけだな。そうなんだよね、鶴だから誘引すればいい感じになってるかな。まあそういうことか、お前どこで時間かかっちゃったの？もうな、じゃあ、ハガキしなければ2時間だから1時間前も終わってるってことだな。うん、そうみたい。よくわかってるね、ピヨさん。当たり前だろ、お前。おめえは俺で、俺はおめえなんだよ。わかんねえわけねえだろ。ありがとうね。代わりに言ってくれて。どういたしましてよ。まあ、今日も頑張ってこう。まだ、なあ、お前、今日はまだあるからな。じゃあ何やるんだ、お前。まあ、まだ考えてない。疲れちゃったね。ああそっか、じゃあ頑張れよ、うん、皆さんも頑張ってくださいね、うん、よろしく。強さを信じ